はい、東京投資クラブの山口と申します。今日はですね、ここは、八王子から先に行くと、あきる野市っていうところがあるんですけれども、そのあきる野市の、河原で、撮ってますね。こんな感じですね、もう結構まあ田舎な感じなんですけれども、僕は結構こういうなんですかね、まあ自然の風景が大好きなんで、まあよくですね川とか行ったりするんですよ。でも今昨日あたりですよね、昨日一昨日あたりで台風が来たんですね。でまあすごい水量も増えてるんですけれども、僕がちょっとこうやっぱ自然災害が起こった時の、ちょっと思うところがあるんですけれども、やっぱりこう自然災害が起ころうが何が起ころうが、サラリーマンの方は駅ね、電車乗ったりとか、やっぱり会社に向かおうとしてその駅が混雑するみたいな、そんなニュースがよく流れるんですけれども、それについてですね、僕がどう思ってるかっていうことをお話したいと思います。で、まあ、僕なんかもですね、どっちかっていうと自由を、若い時から掴みたいって思ったぐらいなんで、なんていうんですかね、こうやっぱり嫌だな、サラリーマン嫌だなって思うところはあるんですけれども、じゃあ僕がサラリーマンをやってたらどう思うかっていうと、多分ですねやっぱりこう駅がディズニーランド状態だったとしても、まあ行くでしょうね。時間例えば3時間ぐらい早く起きたとしても行くんじゃないかなって思います。でこれはリタイアした人は二分すると思うんですね。まあ半分どうだろうな、わからないですけれども、半分かそれ以上かもしれないですけれども、まああんな生活するんだったら、早くリタイアした方がいいよ、リタイアするために努力した方がいいよって思うタイプの人も多いと思うんですよ。ただですね、僕なんかはやっぱりサラリーマンやった時って、病院に勤めてたっていうところもあるんで、やっぱり患者さんがいますしね、やっぱり仕事って何のためにやるかっていうと、一つはやっぱり給料、生きるためにやるっていう部分もあるんですけれども、やっぱりこうお客さん、まあ病院で言ったら患者さんとか、そういう人たちに何かこう、まあ、貢献したいとか、まあそんないい人ぶるつもりはないんですけれども、やっぱりその何か与えるものがあるから仕事をするっていう考え方もあるんですね。で僕がなんでやっぱり自由を目指したかっていうと、一つはやっぱり自由を楽しみたいね。こんな晴れのね、晴れのいい時にはね、自然の中に行きたいっていうのも一つありますし、あとはやっぱり自分の時間を使っているとサービスが限定されちゃうんですよ。例えば僕がどんなに優秀な人間になったとしても、僕は24時間しか空いてないんで、やっぱりサービスの度量って限定されちゃうと思うんですね。だったらやっぱりこう自分の時間を使わないで、どうやったらサービスを拡大できるかなとかね、他の人の時間を使ったりとか、まあ、今時で言うと機械の時間を使ったりとか、例えばこうやって YouTube で、自分の何意見を発信してるなんかも、なんですかね、まあやっぱりこのインターネットとかコンピューターのテクノロジーを使って僕のなんかこう力を何十倍何百倍、ね、何万倍とかにできるわけじゃないですか、ね、たくさんの人が見てくれたら。なんでやっぱり自分の時間っていうのは有限なんで、多くの人に何かを与えたいっていう場合なんかは、やっぱり必然とですね、不労所得っていうものになってくんじゃないかなって思います。で中にはやっぱりそういう方なんかも、歴史上にはいらっしゃいまして、なんか多くの人に何かをやるって真剣に考えた結果、不労所得になったっていうタイプもいるんじゃないかなって思います。まあ今日は台風明けなんでね、こんなに天気もいいんでね、ちょっと自然を楽しみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。